さあ朝練にやってきました今日はね晴れましたね。もうそろそろね梅雨が明けそうなそんな季節になってるんですけど、なかなかあれですね、梅雨明けずにもう1週間ぐらいね雨降るかなっていうタイミングなんですけど、現在ね7月19日の日曜日ですね、朝の5時半ですね、早朝から来てますはい、まあ今日はね久しぶりにこのニコン DF を使って、白黒設定でね、カスタムピクチャーコントロールでちょっとコントラスト強めにして、でやっぱり肝はスポット速攻ですね。だから被写体を見つけて被写体にまあ露出をロックしてで撮っていこうかなというふうに考えてます。でレンズは、SC の 50-1 っていうんですね。これもかなり古い50年以上前のレンズですけど、まあ、このレンズを使って今日はやっていこうかなと思います。3時間ぐらいかな、行きましょう。この前に垂れ下がってるのね、枝がねすごく可愛くて綺麗なラインしてるんですよね、曲線で。でちょっとこの辺から見たらね、これ一番手前にこの辺にピント合わせて奥を入れてぼかして、この垂れ下がってる枝たちを何ぼか入れてね撮ってみましょう。やっぱ木なのこの辺ですね、この辺の葉っぱにピント合わせて露出も合わせて、まだ ISO 1600だね。まだ暗いですからね。ピントはなぁ。目がやばい。見えようってきよう。ぼかしすぎかもしれんけど、行きましょう。あー、いい曲線ですね。いい感じ。ここがいつもね、目に留まるんですけど、なんでもないですけどね。すごいなんでもないとこないけど。多分明るいところと暗いところの濃淡とね、あの葉っぱのかぶさり方がね、すごい奥行きがあるようにここから見えるんですよね。でいつもこうパッと目を引くんやけど、撮ってみようかな。で、右上から光が入ってるから、よりこうね、今の時間帯はガバッとこう覆いかぶさってて、この立体感が出てると思うんですよね、正面の葉っぱが。そやから、ピントはね、正面のあのガサガサのとこ、ちょっと分かりにくいかもしれんけど、露出はね明るいとこに合わせてロックして、でピンと正面のガサガサのとこにして、で倒れた木も2本入れながら撮りましょう。あー、いいんちゃうかな。かなり奥行きがある、立体感ありますね。面白い。なんかでもやっぱ気になるとこってなんかあるんですよね。その気になるとこを自分で撮りながらとか喋りながらで、そこを整理つけていくっていう感じかな。うん、まあ結果どうなのかわからないですけどね。なんかそんな風に遊んでますね。あの正面の大きい感じですね。で、手前のこの右側のうにょっとしたやつと向こうのうにょっとしたやつが、この広い空いてる空間のとこにね、ポコッと生えてるから、生えてるというか周りが倒れたんやろね。落ちてるからね。それを撮りましょうか。こっち右、あっち左にして。で、このうねってて伸びてる感じがいいんで。露出はね、多分明るいところに持てた方がいいから、左の先端の方の露出を掴んどいて、でピントはまあうねうねに合わせて、空間の中にいますっていう、奥行きが出ると思うんで、行きましょう。おー。もうちょい下がってもいいかな。もうちょっと下がってしゃがんで、手前からもうちょっと広め入れましょう。右側の木で右側を詰めてしまって、よいしょ。あ、いいんちゃうかな。こっちの方がいいね。上の明るい葉っぱの濃淡が出てるから、よりなんか奥行きが出てるように感じますね。いい感じ。正面の木に左からね、光が差し込んでて白く光ってるんですよね。で、これがすごい目についたので、ちょっとうねってるからこう影ができたりしてね、いい感じにこうトーンが出てるんですよね。で、撮ろうかなと思います。で、周りの葉っぱもちょっと入れたいので、上の葉っぱもちょっとなんていうか前ボケにして、後ろの葉っぱも入れたりして撮ってみて、で左側はあの大木でちょっと詰めてしまって、ここだけグッと掴めるように。撮ってみようかなと。もし体右に振って、
で撮りましょう。もういい感じだね。タイヤ上がってきたな。いつもやったら上上がるんやけど、今日はちょっと降りて落ち着いてじっくり撮ってみよう。すげえな、切りかかってんだよね。めっちゃ光線になってるやん。プワーってな。すごいいい感じじゃない。手前の切れへんかな。手前の切りにしようか。露出は光に合わせて。あー、これでも狙い方ちょっと考えなあかんな。この正面のこっち行きましょうかね。このわーっと入ってるやつ。もうちょっと寄ろうか。道が入るな。よし。ああ、いい感じ。光の入り方がすごい。角度は絶妙やな、今これ。あんまり取り憑かれてしまうね、これね。アトラクションやな、これも。ほんまに。これもなんか絶景に近いものがあるから。まあ、あと何枚か撮りますけど、なんかこればっかりになってしまいそうでね。なんかそうじゃないよなって感じもするしね。まあたまに撮るんやけど、ほんまに取り憑かれたみたいに撮ってまうから。今現在8時ですね。ちょっと予定よりは1時間ぐらい早いんですけど、まあこんな感じで日も高くなってきてね、光がたくさん入り出して、で、これはこれで写真としては楽しいんですけど、もうこうなってしまうとね、立体感が出るような写真ではなかなか難しくなってくるんで、で、まあ今日はこの辺でね、終わろうかなと思います。だから朝一来て光が入ってない間に、まあ、その淡い感じの写真を撮っていきながら、光が入ってきたらその光も撮ってみたいな感じでね、いつも楽しんでるんで、まあそれは今日もできたのでね、今日はこれで帰ろうかなと思います。ああいう感じだね。森林浴やね、ほんまね。お疲れした。またした。ありがとうございます。